ドンコメントニュース、ドンドンコメント、シテネット。今回はご覧のようなニュースをお送りいたします。JR 九州、ホース本線は4年ぶりに全線で運転を再開しました。肥薩オレンジ鉄道でも豪雨から1ヶ月ぶりに佐敷、水俣間の運転が再開されています。兵庫県の第三セクター、北条鉄道、ホッケ口駅が複線化し、列車交換ができるようになりました。旧、万丹鉄道時代以来の復活となり、1日あたり、豪雨幅の増発が実現しました。同様の取り組みが、鳥取県の第三セクター、若狭鉄道でも、3月に実現しています。こちらは、八頭駅が複線化し、同じく豪雨幅の増発が実現しました。ご視聴ありがとうございました。また見てね。チャンネルとロクシテクリルとウリシナ。Thank you for watching. See you again. Bye bye.